こんにちは。この花のかんげつです。今日は前回ボディに着せた肌襦袢を私が実際に着てみます。着ながらコツを話していきますので、よろしかったら参考になさってみてください。はい、それでは早速始めていきたいと思います。紐は前回説明した位置につけております。まずは背中につけた紐を身厚口に入れておいてください。はい、そうしましたら背中心を決めていきますね。襟先をグイッて引っ張って腰にしっかりつけてください。で次は襟を抜きます。背中の中心を引っ張って、ご自分の好みですね、ちょっと、引いて襟をここ抜きますね。はい、そうしましたら、先ほどの身厚口に入れた紐を、これコツなんですけれども、だいたい手幅いっぱいのところに紐をつけていただいてたら、拳1個分ぐらい基本の襟の抜き加減になります。で前で、軽くでいいです。結んでおいてください。蝶々結びでいいです。からげていただいて、はい、そうするとここの襟が動かなくなるんですね。で一度ここ支点を決めますと、あと前もきれいに揃っていきますので、で前に垂らしていただいた紐を利用して、子供に浴衣を着せるような感じですね。身厚口から紐を抜いてください。胸元をしっかりかぶせていただいて、ここですね、首のくぼみがあるんですけれども、そこにかぶさるようにしっかりと襟を合わせていただきます。であとは脇につけた紐を背中に回してこういう感じですね。はい、そして右側か左側かで結んでいただいて、紐はこちらで完成になります。はい、そうしましたら、紐を結んでいただきましたら、ここの襟元が緩まないように縦締めか縦紐でこの紐の上を結んでいただいたら完成になります。やっぱりこの広い面で押さえてあげると襟元がしっかりと動かなくなります。よかったらお手持ちございましたら活用してください。はい、こちらで肌襦袢は完成になります。肌襦袢をマスターすると着物がとっても楽に着るということが感じられると思います。よろしかったらこの着方を練習なさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマークどうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。